ジェームズ・ジョゼフ・ガンドル・フィーニ・ジュニアは、アメリカ合衆国の俳優。ジェームズ・ギャンドル・フィーニとも表記される。ニュージャージー州出身。身長185センチ、体重120キロと大柄。ラトガース大学を卒業後、ニューヨークの舞台でキャリアを積む。ブロードウェイデビューは1992年の、ジェシカ・ラング主演、欲望という名の電車。また、同年、ケージ・エデン。 追跡者で殺人の容疑者になるイタリア系のチンピラ役で映画デビュー。トゥルーロマンスで注目されて以降多数の話題作に主に悪役で出演する。ザ・メキシカンへの出演は共演のジュリア・ロバーツからの推薦によるもの。1999年から放送されたテレビドラマザ・ソプラの在宗のマフィアの主人公とー役が絶賛され、エミー賞、ゴールデングローブ賞、 俳優組合賞などで主演団優勝を受賞。2013年6月19日、イタリア・シチリアのタオルミーナで開催される第59回タオルミーナ映画祭に出席するため、滞在していたローマで心臓発作のため休止した51歳。死後に公開された大人の恋には嘘があるで第20回全米映画俳優組合賞、助演団優勝をはじめ、 様々な映画賞にノミネートされ、第34回ボストン映画批評家協会賞では、助演団優勝を受賞した。1999年に結婚し、男児が誕生するが、2002年12月に離婚。2年後、映画監督助手のローラ・ソモーザと婚約した。しかし翌年婚約解消が報道された。2008年には、元モデルのデボ・ラリンと婚約した。 サックスの演奏が特技。ありがとうございます。